はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり 1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。今回は半間岩先生のライブ投資の試験投資をちょっとやってみようと今週はね、思っております。1000円ずつですけれどね、どういう投資方法かご紹介いたします。で、こちら左側なんですけれども、このようにインジケーター出てます。今勝率 80% 以上、平均ピップスが50ピップス以上稼ぎ率があるやつですね、を分析させてシグナルを送ってます。17通貨国のうちたった2つしかありません。現在の時刻は11月8日木曜、10時47分になります。でシグナルが出ますと、ライブ投資なんでね、シグナルが出ますとこうなります。 ULUSD、 下に売る。で、ここでクリックされませんね。指示で出ますね、ここに EURUSD セールって出てきて、場所までここまで来てます。それでこの伝達から私がこのマウスでですね、マウスで持ってですね、クリックするということですね。ここまで許可をもらってます。自動売買は禁止なんで、私スペシャリストなので個人的にここの会社に問い合わせて許可を取っております。他は許可と、取った人しか取れませんから、同じようにこれも自動通貨国選択というのはね、自動売買じゃないですけども許可取ってないとできません。私だけ取ったものですのでね、許可ね。他の人、先生、私はスペシャリストでバイナリーオプションの先生なんで許可は取れましたけども、他の人は大体取れませんのでね、注意してください。先生じゃないとこういう操作は許可取れませんのでね、ちゃんとした人ね、ちゃんとした人、遊びでやらない先生だったり、そういう人しかこういう許可は取れませんからね。通学のこの自動設定ね、もう一度やりますね。こうね、これライブ投資なんですよ。だから自動売買が許されませんから、ここまで私は許可取っておりますということで紹介します。シグナル出しますね。来ますと、このインジケーターからシグナルで来ますとこうなります。 USDCHF ね、結構下に売るね。この通貨国のね、この中の範囲を選択してね、自動選択して通貨国選択してます。でセールというところで、ここまで、ローまで持ってきてくれます。この通貨国自動選択まで来ます。そこで自動売買禁止ですので、この目読んでください。このね、規則も守んないといけませんので、ここで止まって自動売買禁止ですので、ライブ、これライブ講座ですね。少しか入ってませんが、1万1000円しか入ってませんけど、832円しか入ってませんけど。で、来たらここでローと私が出てきて打つわけです。ね。わかりました。これは私が正規に許可取っておりまして、メールもらってまして、証拠をちゃんと写真で撮って、文字をそのまま記載してありますけれども、これはバイナリーオプションのスペシャリストの私、半間岩先生だけ許可もらっただけであって、他で許可取れなければダメですね。先生だったりしないとこういう許可取れませんのでね、自動売買してしまうとかいうことになりますから、ね、ちゃんとで、正しくできる先生しか許可取れません。そういうことでね、ぜひ注意してください。この、自動ライブとしては自動売買完全に禁止ですから、どうするかというと、ここまでのね、通貨国選択して自動でね、通貨国選択して持ってきます。それでその指示、音声で指示出してますね、女の人ので
で指示出して私が出てきて、こうマウスで操作してクリックすると決定を押すわけです。この上か下かをね選択するわけですね。チェックしてですね、ということになりますね。ライブ投資は自動売買完全に禁止ですので、このようにちゃんと私の方は許可をもらって、自動売買しないでこのような方法で投資しておりますということでね、通常こうやってますけどね、ここで待ってるんですね。で指示が来て音声指示出てきました、女性の声が出てきたらね、通過国は自動で設定して待っててくれますのでね、でそれを許可取ってます。ちゃんとここの会社メーカーとですね、ハイアンドロイド社に取ってます。で他の人は私から聞いてできませんからね、ちゃんと報告書とかね出してないとダメですからね。でスペシャリストで私はね先生ですから許可取ってて、で普通の人だと違法に自動売買してしまったりしますから、こういう操作作りますとね、ですから誰でも許可取れることじゃないので、ぜひ注意してください。私スペシャリストで先生でちゃんとマナー守るということで許可取れてるんで、同じことやると違法になりますよ。ちゃんと許可取って、私下に許可取ったメール記載も載せてありますけどね。そういうことでね、自動売買じゃないですけどこういう操作も通常は禁止となってますのでね、私先生で誰でも許可取れないものをね取っておりますということでね、自動売買じゃないですけども通学校の自動設定ですね、ぜひ注意してください。そういうことでね、これ今回ライブ投資の試験投資ですね。勝率は 80% 以上、投資数10個以上ね、平均ピップス50ピップス以上で